はい、どうもこんにちは。ホステルと申します。プレイステーション2のサイレン2の実況プレイでございます。続きからやっていきましょうか。だいたい今のところできる終了条件1はやり尽くして、再び時系列の古いものから順番に今度は終了条件2を回っていこうっていう流れになってるね。で、やっていくのは樹くんの3時間前、こちらのチャプターをやっていきます。では、スタート。終了条件にメダルの発見。メダルとは、ヒント1、手に入れた武器がさらなる道を切り開くための道具となることであります。船は、わあ久しぶりだな、ここに来るの。手に入れた武器を使って、まあ多分ね、壁か何かを壊したりとかして活路を切り開くんだろうね。ではやっていきましょうか。おそらく最初にやった時と違ってチュートリアルじゃないから敵の構成も苛烈だろうし、ね、気をつけて進まないといけないね。で、時間軸で言ったら船から落とされて、で、何もかも失った状態から始まってるので、インベントリーは何もないよね、多分。 LED ライトのみだわ。で、序盤は道なりに進んでいいのかな。何かしら武器らしきものを手に入れるまではおそらくこのまま何事もなく進めると思うんだが、マップはつぶさに見ながらね、行きましょう。上へ登ってる。これかなえと三上が2人で行動していたチャプターと同じマップなんだろうけれども、この朽ち方が半端じゃないよね。別の時間軸のパラレルワールドみたいな感じなのかな。カナエと三上を操作していたところは結構ね、2つの時間軸が複雑に絡み合ってるらしくて、前作に引き続き結構ストーリーは難しいよね。登場人物とか把握するのも難しいし、どの時間軸の人間だとかを調べることができる。ここは前一回調べたところのね、崩れた端っこ。で、ストーリーとかも、時間軸をね、行ったり戻ったりとかするから、余計に難しい。全容を把握するのが。特にこの実況者ホステルさんの IQ80 の頭ではさらにといったところが。いやー、全くこれ。ここ覚えてないなぁ。闇島金庫カッコ株にアイテムがあるって書いてあるね。もうちょっと行ったところか。マップを全然覚えてない。こっちかな。イベント発生で、だがしかし、うん、これは見たやつだよね。ただ、もうこれチュートリアルじゃないから普通に敵来るよね。ちょっとバテてるわ。道なりに進んだらイベント発生したから、ここの上の階どうだ。ここ最初に終了条件1やった時、俺ここ覗いたっけ。覗いてないかもしれないな、もしかしたら。つぶさに探索していきましょう。あ、これあれだ、カナエか誰かで、ね、ここ樹のあれだったよね、必要行動だったよね、手に入れたのって。ここ開けられそうだって出てきた。蹴り落とす。ちょっと待ってね。隣調べてくる。何かあるからね。暇つぶしには最適そうな習慣カストリか。いいですね。そしてその隣にも何かが、カップ麺の食べ残し。誰かがここに滞在していたということか。亀ゼリーラーメン。では早速覗いていきましょう。今手に入れたアイテム。あ、もう一つ何かあるね。これは、あ、亀ゼリーラーメンが映像か。で、ラジオも映像。この二つはメニュー画面からしかトップメニューのね、確認することはできないので、今カストリだけ見ていきましょうか。で、なんて書いてある？このね、スクロールできるメッセージもいつも読み落とすんだよね。しっかり見ていかないと。知るだけ無駄なびっくりニュース、てんこ盛りよう。
脳も解ける脱力ニュースマガジンへ。脳溶かしてどうすんの？脳溶けたらやばいでしょ。呪われた島闇島。闇島にまつわる謎を徹底解明か。島民消失事件、海底ケーブル切断事件、フライトビンゴ消失事件、UMA の存在。イミ島、ヨミ島と呼ばれる近畿の島に本市が潜入か。で、この下に出ている URL は、リアルでアクセスすることができるものがほとんどなので、もしね、時間があれば、こちらの www.shibito.com に、どうぞアクセスしてください。つうかさ、このさ、表紙怖くね、これ。これ、表向けて置いとけないやつだわ。昔のホラーゲームの攻略本とかもさ、表紙に、クリーチャーがデカデカと印刷されているものとかが多くて、結構できなかったんだよね。表向けて置いとくの、部屋に。可愛い子供だわ。これ、内鍵のところ開けられるんじゃない？ここ落としたら。いやー、だけど一つ武器欲しいところだよね。これは。コントローラー振動していく。何かいるかな。ここ内鍵を開けるのがもしかして誰かの必要行動なのかな。だってこっち行けないしね。ここあれでしょ、カナエとあと細ぞ、少年三上か、二人がスネオから命からがら逃げたところだよね。ロッカー開けられないね。ここで隠れてね、このテーブルの裏に開けていく。あれ、それだけ？いや、わかった、ここの鍵がどっかにあるか。ここの鍵がどっかにある。作業室か。で、他シナリオのための必要行動は闇島金庫を下部でアイテム入手か。よし、バテたのも治ったところで、ここにはまた戻ってくることになりそうだね。あのロッカーの中に多分何かがある。見たことのあるマップを進んでいく。ここはカナエで、朽ちてない姿のところを通ったからね。では、死人は回避していかねばなるまいよ。まずいまずい。一応視界、あれ視界ジャックできない。ちょっと待って。あ、そっか、これまだ視界ジャックできないのかな、確か。このチャプターでは。普通に視界ジャックできねえわ。こっち行けなくて、上から行かないといけないんだったか、ここは。こっちいるよね、うん。あいつは武器を入手してから通り抜けるのが正義のルートだから、この上から飛び降りていけるところで、飛び降りてっていうか飛び移ってか、行けるところに行かないといけないということか。わかった。久しぶりに、序盤の頃のチャプターをやると新鮮だよね。やっぱり終了条件2をやるのは、ちょっと間を空けた方がいいかもしれないね。これ向こうを飛び移れないんだね、三上だと。課題はいけたけど、それで、三上中の名言、僕できない黙ってろっていうのがあったから、あれだけど待って、行けなくなっちゃった。飛び移るって表示されたかったんだけど、飛び移ることできるのかな。ちょっと待ってね。岸田ゆりが倒れているところのに行くには、ここジャンプしないと確か行けなかったでしょ。あれ？どうすればいいんだっけ、ここ。はい、やったチャプターのにグダグダなんだけど、ちょっと待ってくんろー、これ待ってくんろー。死人の横通り抜けていかないといけないのかな。ちょっと待てよ、どうだっけ。だけど鍵のかかった格子の扉を裏から開けたような記憶があるんだけど、ここのところね、この赤いところだから、飛び移ってどこからか先に進めるようになったはずなんだけど、やば、覚えてないね、これ。ここ行けなかったっけ？どこか他の場所から行くんだったかな？ちょっと待ってね。やば、これ。実況者ホステルさんってこと、記憶力よ。ちょっともう強引に行っちゃうよ、じゃあ。え、この先なんかあったっけ？あ、そっか、なんか、はしごかなんかあった。たんだっけ、ここ。そういえば、あ、そうだわ。すっかり忘れちゃってた。すまない。今日を襲いでいくスタイルか。引き続き死人に気づかれないように先に進んでいく。
鍵どこにあるんだろう。ここ調べられないね。これ闇島銀行カッコカブってこの辺じゃない？だよね。この扉開けられないけど、この建物が闇島銀行カッコカブだ。ここ飛び降りちゃうと、あれこれマップ的に元の場所に戻るのでは？ちょっと待ってね。こっち飛び移っていき、まずは岸田ゆりちゃんと会わないとね。最初は可愛かったのよ、この女も。彼氏ずらしていくスタイル。だけどね、年が経つたびに、体に顔ができたりとかなんかもうとんでもないことになっちゃって。愛が冷めるのも、早かったわ、残念ながら。だがしかし、今の、いつき守るには、貴船がいる。勝ったな。何をして勝ったというのか、この男。で、武器入手でしょ？拡大。とりあえずこれで死人をダウンさせることができるようになったので、ロッカーの鍵の入手ね。ここから分岐してる。岸田ちゃんと会わないのかな、これ。就労条件に行って。ここ、開けられないよね。え、これどうやって戻るんだろう。ちょっと待って、窓から入れたりとかできないよね。あ、そっか、壊すんだった。初心に帰ることが重要。最近窓壊しなかったわ。で、岸田ちゃんと会って、途中のムービーってこれ内容変わんのかな、終了条件にね。私を探してる。多分ムービー一緒だから、これカットするわ。つうかカットしたわ。ロッカーの、あ、こんなところに落ちてる。じゃあ戻ればいいってこと？ユリちゃん連れて一緒に行けばいいのかな？で、この水源の使い手が入ってくる。この扉を開ける様はまさに水源といったところか。お前そこで倒れたの。ま、戦闘もかなりスムーズにできるようになったといったところか。勝ったな、素晴らしい。いいですね。最初にやった時はめちゃくちゃダメージ受けたけど。で、流れ的に言ったら多分手に入るのって闇島銀行の鍵だよね。一応扉調べておきましょう。ここから入室することになると思うんだけど、あれ？入れない。闇島金庫でアイテムで入手。あ、そっか、これあれだ。誰かの失業行動だ。ついでに手に入れたところなんだけど、闇島金庫に入ることができないよね。ロッカー開けちゃうと、もしかしたらチャプタークリアになっちゃうかもしれないから、なんか落ちてる。モンキーレンチ。これ最初気づかなかったな。あ、いつきの失業行動だって。もしかして落ちてなかったのかな、最初は。よかった、見落とすところだった。何かゴミみたいなもの落ちてるなとは思ったけど。ゴミじゃなかったわ。闇島金庫どうやって入るんだろうね、これ。あ、あそこの、今のモンキーレンジのことかな。あ、そうだわ。中に入るわけじゃないんだ。よし、いいですね。じゃあ、このまま、ロッカー開けていきましょう。ここから先の展開は終了条件2ならではで、まあ、初めてといったところか。こんなの初めて！下だっけ？オン！こっち？え、ちょっと待って。待って。あ、そっか、視界ジャックできないんだ。ちょっと、ユーリ邪魔。どけ。来るね。リチギに回り込んでくる男。お前はそこにいろ。開けていく。しゃ、なんだこれ。鉄パイ？あ、ユーリ！触んじゃねえ、俺の女に。この野郎。お前は倒れたの。威力高。え、今の音何？死人の頭をぐちゃぐちゃにした音なんだけど。これ鉄パイ手に入れて、他にも何かあるね。モンキーレンジ。今落としたやつだったわ。え、鉄パイ取って、で、これを使って何かを壊すっていうことか。ヒントにもあったよね。このゲーム本当にヒント忘れたらいけないわ。ヒント忘れちゃったら、クリアの道も閉ざされるようなゲームだから。手に入れた武器が道を切り開くで大食いになることがあります。この写真の場所だった、この写真の場所がロッカーじゃねえか。これを手に入れて、さらに何をすればいいというのか。ここから先ノーヒントなんだけど、ヒントのものは一応手に入れました。で、
続いてメダルを発見しないといけない。そのメダルがあとはどこにあるのかっていうことだよね。この鉄パイを手に入れたことによってメダルをもう入手できるようになったと、どうでも言うのだろうか。ロレスが回ってない。しばらく実況続けてるとロレスがどんどん回らなくなるスタイルなんでね。とりあえずいろいろ探索してみましょう。死人がいた方向に行ってみる。闇島金庫をカッコかぶのはさらに奥へ行ってみましょう。もしかしたら鉄パイプでぶち壊せる何かがあるかもしれない。さあさあ、行けなくね。行けたっけ。あ、行ける行ける。ここ一人じゃ無理。お願い引き上げて。可愛くない。めっちゃ甘えてくるよね、騎士だじゃん。好き。目的を果たさねば。何を果たせばいいの、目的。ここで岸田ちゃんを押し倒せばいいということか。どいて。鉄パイプを振り回していくスタイル。やばい、はめられてる。またカメラにドアップになるんじゃねえだろうな、同行者。どこ行けばいいんだろう、鉄パイプ使って。波島金庫をカッコカブの扉ぶち壊すってことかな。別のゴールのルートがあるんだよね。あ、これ視界ジャックできないのって結構不便だよね。なんかつい癖で視界ジャックのボタン L2 押しちゃう。だけど押しても何も起きないっていうね。この1体だけいるこの死人が非常に鬱陶しい。画面が赤くフラッシュした瞬間にびっくりするんだよね。あんって。なんでわざわざ股間狙ってんのこの月君は。頭殴れって。股間狙いのいい角度の鉄パイプの一撃で敵を倒していくとでも言うのだろうか。いいですね。戻ればいいのかな、それとも。こっち行った先に何もないんだよね。つぶさに使えるコマンドが出てくるところを探索していくしかないね。それともここから先に鉄パイプ使ってどうにか行けるか。行けないね。マップは広いように見えてあんまり広くないよね。だから再び鉄パイプを手に入れた状態で前端するのも別にそこまで苦じゃない。もう一回ここ登ってみる。どこに行けばいいのかわけわかめだから、また調べられるとこはしっかり調べてね。一応ライト消しとこう。死人に不意打ち食らったら面白くない。ここも調べることできないし、降りるしかコマンド出ない。ここから中に入れそうで入れないか。降りていく。どうしようかな、もう一回ダウンさせとくか。そろそろ起きそうな感じがするよね。やむちゃみたいな倒れ方してるやつ。とっとと距離取っちゃうか。あ、ちょっと待って、闇霊、闇霊じゃないなんだっけこれ、死霊か。お前発生すんのかよ。条件1の時はいなかったけど、敵の構成が枯れついたってるね。今まで行けなかったところに行くしかねえか、これ。鉄パイプを手に入れたということは何かを壊さないといけないということでしょう。考えられるとしたらガラスより硬いもので、ガラス壊すのは角材とかでもできたよね。だから他のものこっちなんだっけ。こっちがスタート地点か。この左に折れたところって行き止まりになってたと思うんだけど、足場があれば登れる。はいはいはい、鉄パイプを足場に一緒に登る。行けなかったはしごのところが何気に最初からヒントになってたか。単独行動。自分よりも岸田ちゃんが心配だわ。早く戻ってきてと言いつつも行けないんだけど、先にちょっと待って、降りればいいのかなこれ。戻ってこれる。はしごは一応ついてる。うわー、だけど死霊がいる中岸田ちゃんを一人で置いておくのは少しかわいそうな気もする。早く戻ってきてって言ってるけど、このままメダル取ってクリアになっちゃうんじゃないの、戻らずに。闇亀が外部に追加された。お、これってあれじゃない、カナエが助けてあげた亀。亀の恩返しがアーカイブか。いいですね。一応覗いていきましょう。喋ったりとかするかもしれない。闇亀、
体どういう亀？闇亀とは、四海地方闇島沖一帯に生息する亀。甲羅にフンヌの表情を浮かべた顔のような模様がある。ハンマユージロの背中みたいな感じか。闇島沖での海難事故が多かったことから、闇島沖で死んだ人の怨霊が乗り移ったという伝説が生まれた。昔は闇亀が網にかかるとたたりがあると恐れられ、漁師たちは毎日の漁にかからない、かからないじゃない、欠かせないだ。大事な網を切ってでも海に返したと伝えられている。なるほどね、忌避される存在だったってことか。で、なんでそれを助ける、カナエ。あ、だけど海に返してあげないと逆に罰が当たる可能性があるからか。メダルを拾う。発音がさっきからおかしいっていうね。いつもおかしいんだけど。ここから先行けない。あ、もうカナエのパートではこの辺ぐらいまで水使ってたよね。闇亀を海に返したことによってこの辺にいたってことか。なるほどね、繋がってるわ。ではメダルを拾いましょう。いいですね、これでクリアか。これってドキハク記念メダルがアーカイブに追加された。で、無事クリアと。いいですね。それではストーリーを進めていくのは今日はここまでにしよう。デモシナリオを見てね。29年前、カナエ。ここら辺なのか。おいしゅう、勝手にちゃダメだぞ。あ、死んじゃったの。あ、死んじゃったのってなんだろう。これカナエのデモシナリオっていうのが気になる部分だよね。多分死んじゃったのってシュウが言っている対象はカナエなんじゃないかな。カナエは海をドンブラコと流れてきた。もしかして闇亀のたたりがカナエで、それに気づいた、誰だっけ、ツネオと、あと、あの女の子、名前忘れた。え、女ともえだっけ、太田ともえだっけに追われてたってことかな、かもしれないよね。闇亀がいたところに、同じところにカナエが29年前に倒れてたってことでしょ。なんかちょっと怪しい含みがあるよね、その辺は。はい、ということで、今回はこの辺で終了にしたいんだけれども、コメント欄でアーカイブもうちょっとしっかり見てほしいっていうのがあったので、今一度確認していきますね。で、多分ね、音声系はちゃんと見てると思う。このスクロールできる文章をしっかりね、一つ一つ確認していってくださいってことだったので、再生ものは全部一通り再生してお見せしてると思うので、それは置いといて、他のね、新聞だったりとかそういうものを見ていこう。国宝新聞ね、女性の変死体、同性相手の男。これ、殺された男が、龍子っていうやつで、指名手配されたのが安倍だよね。はいはい。で、安倍は、やってないっていうふうに供述して、清田は、一緒に同行してる女ね、過去死ができるので、まあ、安倍の冤罪をすぐ信じることができたっていうことだよね。それで、この事件のヒントが闇島にあるということで、安倍と清田の2人は闇島にやってきたという流れで、彼ら2人は闇島に来たと。同じこと2回言ってるけど。このボイスレコーダーにはその清田と安倍が闇島に来るために乗ってきた船に誰が乗っていたのかっていうのが記録されてたボイスレコーダーだよね。五木守と、で、五木守くんの社員証か。彼は超過研アトランティスの編集部に所属する記者みたいだね。何なんだろうね、これサイエンス誌みたいな感じなのかな。清田明子のペンデュラムと日本地図。うん。これは、コメント欄でもいただいてたんだけど、清田明子がそのペンデュラムを使って、闇島に、この龍子殺害事件の、鍵があるということを調べたっていうことだよね。この赤いバッテンが書いてあるところが闇島だよね。過去紙といい、ダウジングといい、いろいろ特殊な
能力持ってるみたいだね。まあ能力っていうよりもなんだろう、特技かな。ブライトビンゴの遭難の新聞記事で、このブライトビンゴに乗ってたのが多分矢倉一子ちゃんだよね。なんだろう、部活の遠征でこのブライトビンゴを使ってたってことかな。フェリー同級生らしき奴らのいた痕跡とかも船に残されてるから、学校全体で何かしらの遠征に行ってたものと思われるんだけど、そのあたりどうだろう。で、ブライトビンゴに関しては中に女の死体が見つかったみたいな描写もあったよね。その女が一体誰なのかっていうところも気になるところで、これは大竹の額縁、これは常雄と友恵かな。闇島一の阿弥元、はいはいはい。だから闇壁に関することとかもかなりね知識あっただろうし、だからカナエと闇亀が何かしらの関係があるのだとしたら、追いかけ回していても不思議じゃないよね。これが闇亀ね。取っちゃうと罰が当たるって書いてあるから、もしかしたら闇亀が化けた姿がカナエなのかもしれない。はい、これはゼリカメラーメン、カメゼリーラーメン、ゼリーカメラーメンってなんだよ。四海地方限定で網亀食品から発売されたカップ麺か。で、美容効果がうんぬんかんぬんとかって書いてあるけど、これもしかして中にさ、闇亀のエキスとか使ってるんじゃねえだろうな。怪事件がどうのこうのって書いてあるね。愛好者たちが海に帰りたいなど意味不明の言葉を口走り失踪する怪事件が多発か。怪獣騒動に追い込まれ販売中止になったと。そのため生産ラインが縮小して、ブランド力失墜と相まって全国展開そのものが見直しとなったか。お、一番最後の文面気になるんだけど、失踪したテレビレポーター三浜奈子がアイドル時代で出演した CM は現在でも一部地域でのみ放映中。三浜奈子は前作に出てきた操作キャラクターの一人だね。これ映像まだ見てないので見ていきましょう。黄昏の時間を彩るちょっとした贅沢、コラーゲン無限大、亀ゼリーラーメン、緑亀食品。この SD 何ボヨヨヨヨンとか言って合ってねえんだけど。週刊カストリはこれ見たところだよね。今日のパートで撮ったところなんで。はい、それでは動画の時間はなるべく30分以内に抑えたいので、本日はね15までにしておいて、次回以降の空いた時間でまた少しずつ確認していこうかな。今日はここまでにしよう。ご視聴ありがとうございました。